サイエンス、サイエンス、コラボマッチ、サガオフェスク。さあ、それではゲームに参加しまして、このゲームのマッチコンディショナー、並びにレフリー、両チームのメンバーが発表だ。このゲームのマッチコミッショナーは小川博俊、レフリーアセッサー菊池秀夫、続いてレフリー主審松尾をはじめ、副審八木茜、林義人、第4の審判員清水俊平、以上の審判団によって行われます。スポーツの基本は早めですよね。それを対戦相手に最大限の敬意リスペクトを払うこと。今日のゲームの対戦相手は FC 東京、そしてスタジアムには東京サポーターの皆さんが足を運んでくれています。サポーターの皆さん、立ち上がってもらえないか。東京サポーターに感激を受けてくれています。それでは日立の FC 東京、今日のメンバーが背番号47、ゴールキーパー秋元陽平、背番号2、ディフェンダー徳永雄平、背番号3、ディフェンダー森重雅人、背番号5、ディフェンダー丸山雄一、背番号25、ディフェンダー小川良也、背番号7、ミッドフィルダー米本拓司、背番号37、ミッドフィルダー橋本健人、背番号17、ミッドフィルダー川野博樹、背番号38、ミッドフィルダー東圭吾、背番号11、フォワード野行、背番号16、フォワードネイサン・バーマーズ、縦はリフォートプレイヤー、背番号31、ゴールキーパー加藤健太郎、背番号4、ミッドフィルダー高橋秀樹、背番号22、ミッドフィルダー羽生直武、背番号27、ミッドフィルダー田辺壮太、背番号48、ミッドフィルダー
Yeah.